まだ眠いな。でもそろそろお仕事行かないと怒られるよな。しょうがない。今回は発電所の危険なアルバイトにやってきました。まだ寝てたかったんですけどね。夜の時間帯のアルバイトということで、室内でできるやつだと思います。あ、え、それ動かせるんだ。早速ですけど聞いてみましょう。有機廃棄物、ルイのところへ持っていけば処理してくれるよ。ルイって誰だろう。この機械は島のすべての電力を賄ってるんだ。エボブリーアイランドが停電しないようにしないと。すごいね、電力会社さん。発電施設1個なんだ。廃棄物処理のお仕事です。樽をキャッチしてトラックに積み込んで採石場まで車を走らせ樽を処分する。ルイに渡せばって言ってたのは何だったんだろう。まあとりあえず処理した有機物の数5個だったらいいみたいなんで5個やっていきましょう。これキャッチするって、キャッチしないとどうなるんだろう。おお、とりあえず乗せましょう。1個、あ、2個持ってきてくれてる。はい、じゃあ私1個。はい、キャッチ。危ない。はい、キャッチ。はい、え、横でもいい？大丈夫？はい。それでなんか緑色になってません？どうして？待って、5個目が乗らないね。5個目乗ったよ。そんないっぱい乗せなくてもいいのかな。まあとりあえず乗せてみました。途中で落ちちゃうかもしれないからと思って乗せてみた。え、なんで爆発したの？何？今の何？どうしたの？どうしたの？ぶつかると爆発するだって？え？またちょっと積まなきゃ。数いっぱいじゃない方がいいんじゃない？5個あったら行った方がいいんじゃない？そしたら。なんかバンバン言ってるよね。危険すぎるでしょう。はい、閉められますか。頑張って閉めて。ここ私開けとくね。はい、開いた開いた。行きましょう。とりあえず場所どこだろう。フラッグがね立ってるとこだと思うんだけど。ねえねえねえ、そこ落ちたらさ爆発するよきっと。違う道ちゃんと行こう。ショートカット本当はしたいけど、いろいろこういうところにこう置いてあるから。あ、トラックが危ない。ちょっと待ってね、どかすね。あ、どかさなくて大丈夫。了解。これ追いかけた方がいいかな。あ、車ダメだ、もう動かない。行ってらっしゃい。大丈夫？あ、待っててくれてる？違うね、なんかぶつかってるだけだねそれね。急ぐ急ぐ。え、何、どうしたの？落ちたみたい。でもなんかとりあえず1個だけはねそのまま残ったみたいなんですよ。これどうやったら爆発するんだろう。あ、時間なんだ。そうするとトラックがないとこれ運べないので、どうしよう、近くからなんかトラック持ってきた方がいいのかな。ね、運べないよねこれだけあっても。トラックをちっちゃいけど確保してきました。はん、もう時間になっちゃうから次やるときはしっかりできるかな。お、10ドル失敗して、1個だけ運べた状態だから10ドルなのかな。通り過ぎてきちゃった私。ゴミ処理場まで来ないはず。この辺、この道ここ行けますよね。でも多分処理に行く道が違うんだよね。難しいな。危ない危ない。これでまた戻ってきました。次はねうまくいくんじゃないかな。ちょっとここ邪魔だね。邪魔にならないとこに置いておくね。はい、邪魔にならない位置に車を置いて、でそのトラック中に入れます。2台体制でやろうだそうです。2台で行ったら、ま、5つだったらどちらか片方残せてたらいけるよね。あと後ろこれ開けといた方がいいよね最初から。とりあえず入れましょう。おらーい、おらーい、もうちょっとだよ、大丈夫だよ。はい、ストップ、 OK。 でこれ開けた方がいい気がする。
うまく開かない。なんかね、高さがちょっとずれる。あ、ありがとう。じゃあこれでやってみよう。もう一回。2台だったらいけるはず。いきまーす。よーい、スタート。4分30秒で5個の有機廃棄物を目的地まで処理しに行くっていうミッションです。こっち側に乗せるね。じゃあ5個乗せたらスタートさせよう。あんまり多くてもダメだと思うし、少なくても数足りなかったらもったいないので、これ2個目、はい、で3個目、ちょっと斜めってるの気になるよね。3個目、4個目、はい。ぶつけたら割れる。ぶつけたら良くないんだ。じゃあ大事に行かなきゃ。転がっても大丈夫かな。クッションとかないのですけど。これで5個、はい、5個乗せられました。じゃあこれで締めよう。うまく締められる。ちょっと待って、ジャンプしながら。場所がさ、微妙にずれるんですよね。手、あれ、ね、私も緑になってるよ。あ、待って、乗っちゃった。違う違う、後ろ締めなきゃ。うまく締めなきゃ。ボタンが押せない。ボタンちょうどいいタイミングの位置に行かないんだよね。急げ、ボタン押したい。ボタン、ボタン押すの難しいよ。あ、いけたいけた。 OK。 じゃあ先に行きます。さっき途中までしか行ってなくて場所わかんないので、とりあえず、はい、矢印の方にね、向かおうと思います。ちょっとでも段差があるところには乗りたくない。とりあえずこっちで合ってるかな。合ってる？違う？違うっぽいよ。こっちじゃないっぽい。左？右？右だって教えてくれました。右手に行かなきゃダメなんだ。ちょっと待って。右側の道路から下に下がっていく道がある。わかりました。こっちに行かなきゃいけないんだよね。あ、なるほど。なんか山道みたいなところ行けるんだ。ここショートカットしても良さそうなんで、ちょっとショートカットできそうなところはします。あと2分、間に合うかな。はい、行きます。今度こっち、はい。で、橋を渡る手前、ここか。あー、待って、回っちゃった。なんで回っちゃったの。ちょっと待って、ちょっと一回くるって回りますね。なんでここ回っちゃったんだろう。はい、ちゃんと入れた。後ろからついていきます。すごい崖、細い道、しかもなんかガタガタしてる。スピード出せないよ。こんなとこ行くの、ちょっと怖い怖い。横転しないかな。あ、大丈夫だった。危ない危ない。わ、早い。もうついてるね。そう、さっきね、くるって回っちゃったので、後ろになりました。先に出発したのに。ここ曲がるのも大変じゃないですか。こんな道曲がる。大回りすればよかった。はい、到着。何それ、なんかいる。処理した有機物の数っていうのがあるんだけど、とりあえず近くに止めますね。エイリアン、なんかモンスターいる。あ、その子が食べてくれるんだ。あ、この子がルイダンだね。ルイ君、これも食べて。これで5個になるかな。4、5、あ、できた、ありがとう。すごい、お金もらいました。あ、ルイ君これで帰っていくんだね。ありがとう。すごい、これがルイか。ルイに持っていけば処理してくれるよって言ってたのがこの子だったんですね。はい、ということで、なんでハンバーガーあるんだろう。なんか不思議なことになりました。成功すると50ドルもらえるようになってる。
お仕事でした。まさかあんな感じになると思わなかったので驚きです。まあ、とりあえずですけど廃棄物処理のお仕事が今までで一番大変だったかも。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!